暑いなこの部屋。あんま見せれねえ。あ、汚ねえてで、裏のグログロ地帯をね、触ってしまった。バイキンが入ってまた死ぬ。死にたくねえ。また死ぬだと。あー、リモコンがねえんだい。リモコンどこだい。あ、リモコンねえわ。ムカつく。かいんだよ。そう、頭洗わないといけないんだよね。うわ、すごい汚れが。ぽい。頭ちょっとかいただけで坊主しなきゃな。あ、最近めっちゃ引きこもってんな。2週間くらいも出てねえから。6月入ってから俺外出てないかもしれない。出ないんですよね、俺外。引きこもりでね、世界で一番明るい引きこもりなんで、なんかね、普通にいいかなって外。めっちゃ柄がいいし、爪切れねえんだよな俺。頑張ってさ爪切ったけど爪切れないんだよ。あ、熱い。あ、喉が。イライラしすぎて喉破壊しかけた。俺のしたいことはなんだ。うんこ。おならチャレンジ。多分これ見出るかもしれん。気をつけてこう。はい、出なかった。正面マン。冷房最高。冷房最高。あと映画も見に行かなきゃいけないんだよ。プロメアとかさ、ピカチュウとかさ、なんだゴジラとか、そういうのを見に行かなきゃなんだよね。その顔本当に何なんだろうな。あー、頭の油分が、頭油がすごいことになってますよ。体かゆくてしゃあないんじゃ。風呂入なあかんね。あー、そうだ、ゼルダ買おっかな。ゼルダの追加コンテンツ。別になんか今じゃないな。もう物買わないと物欲ってなくなるね。いや別になんかね、違うんすよ。俺予約してるものがね、予約注文してるものがあって、なんか予約注文のなんかタイプが、その発送してから、発送した瞬間に払うタイプなんで、なんかね、お金が引き落とされないけど、いつで引き落とされるか、まあ大体わかるけどさ、お金取っとかなきゃいけなくて、なんかお金使えてないんですよ。それ嫌だね。かいいな、体中がかい。ネットフリックス入りたいな。 4K 入っちゃうかなと思ったけど、 4K 俺入っても意味ないんだよな。うん、高えし、バカ高えんだよ。でも最近なんか YouTube の広告、粗悪な広告いっぱい増えたんでしょ。まあだってさ、大手のさ広告がもうみんなやめちゃってるからさ、それでなんどん粗悪なね、なんかよくわかんないアプリ会社からでも入れるようにして質が下がったらしいけど、俺 YouTube プレミアムなんで無傷、最高。煽りじゃん。いやでも俺もね、ファミリープランっていうのにして、俺はなんか見る用のアカウントとなぜかね、分けてるんですよ。任務分けても意味ないのに。いやでも別に分けたくて分けてるわけじゃないけどね。だからこれから完全移行し直すっていうのも一つの手かなって思うんですけど。あ、帰ってきた。